言葉伝説殺人事件は、内田康夫の長編推理小説、浅見光彦シリーズの第一作である。8年前、卒業論文の執筆のため、言葉法王が沖に流された道順を追って、旅行していた、消防寺都は、宿泊中の島根県二田郡二田城三整備女、原の旅館で、土砂崩れに遭い、友人である、浅見優子と自らの記憶等を失ってしまった。 彼女は友人の冥福を祈り、失われた記憶を取り戻すために、再び旅行をしていたが、小道市内のある古書店で、自分の記憶に関わる一冊の書物を見つける。しかし、その日の午後広島県の国鉄三次駅構内の古戦橋で、彼女は考察死体となって発見されたが、彼女の遺留品からは、あの本が紛失していた。そのことに目をつけた野上刑事は、 捜査本部に報告するが無視されてしまった。翌日、彼は消防時都を目撃していた富永隆夫が殺害されたことをニュースで知ると彼女のことを知るために東京へ出張した。彼はそこで浅見優子の兄、浅見光彦と出会う。TBS 系の2時間ドラマザ・サスペンスで1982年8月21日に放送された。 本作では、消防士宮子が光彦の恋人という設定になっている。主人公は光彦ではなく、野上刑事になっている。浅見光彦ミステリー7、ビンゴロ殺人事件は、日本テレビ系の2時間ドラマ、火曜サスペンス劇場で1990年1月16日に放送された。本作では、浅見優子は、津村優子とされ、 三彦の義子の後輩で三彦とは赤の他人の設定に、また野上の妻は里帰りの設定に、池田の勤務先は高校から中学校へ変更されている。なお、1982年版で富永役を演じた片桐隆二が古書店の店主役で出演し、後鳥羽伝説殺人事件を原作にしたドラマでは2度目の出演となる。浅見三彦シリーズ14。 言葉伝説殺人事件は TBS 系の2時間ドラマ、月曜ドラマスペシャルで2000年9月4日に放送された。第11作、新起郎で犯人を演じた沢村和樹が光彦役に起用された最初の作品である。光彦は事件の真相をの神をはじめとする刑事たちの前で話し、ここで真犯人が逮捕されるという結末を迎え、 野上が警察署長の指示で手錠をかけている。また、本作においては野上が先見家を訪れ、洋一郎と会っており、住子から陽一郎の蘇生を聞かされて驚くという展開が描かれている。野上の身内として、妻が登場する。浅見光彦シリーズ33、言葉伝説殺人事件は、フジテレビ系の2時間ドラマ、金曜。 プレステージで2009年4月10日に放送された。沢村版と違い、こちらは霧山が、すべての事実が明るみに出たことで、拳銃自殺しようとするも、三彦によって阻止されるという結末を迎えている。浅見三彦最終章基礎編、先見家の悲劇は、TBS 系の水曜劇場枠で2009年11月25日と12月2日に放送された。 舞台が広島、島根から長野基礎に変更され、また霧山は陽一郎の部下という設定に変更されており、一連の事件の犯人ではなくなっている。ただし、優子の死の真相に友人二人が関わっていたことを知りながら、そのことを隠し続けていたことが明らかとなり、最終的に自責の年から警察庁を二願退職している。新、浅見光彦シリーズに、 言葉伝説殺人事件は TBS 系の2時間ドラマ月曜名作劇場で2018年2月26日に放送。沢村版と同じく佐藤 B 作が野上刑事役で出演。野上哲夫というフルネームが付けられている。本作では野上は山め暮らしをしており、身内として娘、彩香が登場。この作品は本来、 ヒロイン役の女性が登場しない作品であるが、綾香はこのドラマにおけるヒロイン役である。演じるのは森脇エリ子。言葉伝説殺人事件を原作とした映像作品に2009年版に続く2度目の出演で、今作ではヒロイン役となった。表記される字幕の色は、光彦が黄色で、野上は水色、綾香は緑色となっている。また、 旅行の目的が、卒業論文の執筆から、高校の卒業旅行へ、夕子が亡くなった、事故が、土砂崩れから放火での火災事故へ、都の殺害現場が3時駅構内の古戦橋から、後バ場院五両の境内へ、緑色の本が、消防時期蔵書から夕子の所有していた本へ、祈祷は殺害されるから逮捕され自供するなど、原作から変更されている。 平岡優太演じるルポライターが亡き妹の事件の謎に推理で挑む。新、浅見光彦シリーズ、後鳥羽伝説殺人事件、music.jpnews。2018年2月26日閲覧。後鳥羽伝説殺人事件 P3001996 年2月。ありがとうございます。